どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回は愛は勝つ、こちらの曲をやってみようと思います。カンさんの歌うあの名曲を、このちっちゃいウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思いますが、今回は相当簡単バージョンでございまして、ですね、いつも2バージョンやっております。ご案内するときに、最初は簡単バージョン、後半ちょっとかっこいいバージョンということで、こうレベルに合わせて練習してくださいということなんですけど、今回は前半の初心者向け簡単バージョンではですね、なんと超絶簡単バージョンとしてキーが本来は変わるところを変わらずにやっておりますんで、これはもう凄まじく簡単になっております。後半のかっこいいバージョンではオリジナルのキーではないんですけど、そのキーが変わるところも再現してるんで、普段出てこないコードがたくさん出てきますね。後半のかっこいいバージョンはちょっと難易度高いですけど、シンプル簡単バージョンはそのキーを変えなかったので、かなり簡単になっておりますんで、ぜひ皆さん気軽にまずこの歌を歌ってみましょう。後半をね、コードちょっとお勉強しないといけないですよ。はい、このような感じで愛は勝つ、このようなエネルギーなる曲を自分でバンバン歌う、カラオケで歌うのもいいんですけどね、やっぱ自分で楽器と一緒に、やる弾き語りがね、これ本当楽しんで、ぜひ皆さんにも体験してもらいたいんですけど、今からですね、楽器とか何にも音楽経験がない方が弾き語りって言ったら、ちょっと私には無理ってなるじゃないですか。だってピアノとかギターとか難しそうだしね、ウクレレだったらすぐできますよ。ウクレレがいいです。ウクレレはですね、弦4本しかないし、ちっちゃくていつでも触っていられるんで、すぐね、できます。で、今ご覧になってるガゼレレ YouTube 動画で、この私が、ものすごい親切に分かりやすい動画の、こう、なんていうの、1から順番に見ていったらいいっていう、ストーリー仕立てになってるレクチャーページがありますんで、そこからやるとですね、あっという間に、もう30分、40分くらいで弾けちゃうと思いますので、ぜひ始めてください。もうちょっとしたらここにリンクあります。そのリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の通り見ていくだけですからね。はい、じゃあリンクありますよ。初心者レッスンはここ、クリック歌詞。いってらっしゃい。そこにはすでに私が取り留めた700曲ぐらいの、ありとあらゆる世の中の音楽を、このウクレレで簡単に弾けるようにしたレッスン動画がすでにアップロードされております。最新 J-POP から夏メロ、定番の J-POP、洋楽もあるし、ハワイアンもあるし、映画の曲もアニメソングも演歌もあります。ぜひ皆さん、私の好きな曲あるかなって探してください。ホームページで検索もできますからね。よろしくお願いします。じゃあ早速やってみましょう。愛は勝つ、カンさんの愛は勝つ。まずは、ガズレレ流、すさまじく簡単にした、簡単、初心者バージョンの方から、やってみます。 1,2,3 心配ないからね、君の想いが誰かに届く、明日がきっとある、どんなに困難でくじけそうでも、さんの愛は勝つ。まずはシンプル簡単バージョンやってみました。ちょっとね、説明をさせてください。今やったバージョンはね、その途中でキーが変わらないって言ったんですけど、ちょっと聞いててくださいね。今やったバージョンをやります。信じることを決してやめないで、carry on, carry on.
るよって なりましたね。じゃあ原曲のこのキーの上がる感じちょっと聞いててください。同じとこやります。信じることを決してやめないで carry on carry on。 どうですか、ちょっとぐんと下がるんですよね。あ、ちょっと分かりづらい、あんまり分かんなかったなっていう方はですね、今のシンプル簡単バージョンでバッチリです。ここでちょっとね、なんていうのかな、キーをガッと変えて世界観がガラッと変わってるんですよね。で、後半のかっこいいバージョンではキーを変えたバージョン、今の演奏したのは超初心者向けなんでキーが変わらないバージョンでやりました。もちろん誤解のないように言ってきます、原曲キーとはちょっと違いますね。2フレットにカポで原曲キーです。はい、分かる方今のでお願いします。はい、で、テロップを見ながら一緒に演奏するのもバッチリなんですけど、その次はですね、ノートに書いたりしながら自分でその紙を見ながら演奏する、これやってください。その時の参考になるように私のノートを見ていただきます。今はね、シンプル簡単バージョンはイントロ省きました。後半のかっこいいバージョンではこれイントロやるんで、まあやりたい方はメモってください。しかしちょっと難しいこと入ってきちゃいますけどね。まあこれからやるかっこいいバージョンもテロップ出しますんで、今やったのはここですね。はい、でこれが最初のまあサビの始まりのところです。ここがシンプル。はい、で問題はここなんですよ。よく見てください。今やったバージョンは上の段ですね。で、下にいちいち全部、ここはキーが変わるところなんで、かっこいいバージョンではこの下で丸囲ってるコードを弾きますんで、まあテロップでこの辺ちょっとご確認していただきながらということになると思いますが、お願いします。はい。ちょっとね、だからごちゃごちゃになっちゃったな。このブロックだけが、2キーでやるっていうか、今のシンプルバージョンはキーは変わらない、かっこいいバージョンはキーがちょっと変わるということで、またここ最後ちょっとごめんなさい、いつもの感じで土地がなくなってきちゃったこと、このスペースが倍で書いてあるんでちょっと気をつけてください。コード進行はここのコード進行と全く一緒ですから、歌詞が違うだけです。はい、でここ必ず最後に愛は勝つですよ。これですよ、やっぱり一番言いたいのはね。はいはい、じゃあテロップとちょっとこの今のこのノートを、見合わせながら、答え合わせしながらやってってください。すごいコードいっぱいあるでしょ。これつまりはだから今やったシンプル簡単バージョンこれだけなんですよ。でここのブロックでキーが変わるときに出てくるコードなんで、まあ丸々これが出てくるような感じになっちゃってるんですけど、まあひとまず今のやつね、ざっといきます。 CAmFdmD7G7E7Em7、 これ8個書いてあります。これはですね、はい、ドン、いつも出てくるやつ、ガズレレ必須コード、必須ですよ。これを必ず覚えた方がいいですよっていうやつですので覚えてください。音楽をこれから始めようと思っている方、コードを覚えなきゃいけないんですけど、まずですね、コードってもう本当に山ほどあるんですよ。もう星の数ほどある。それを全部覚えようと思うのはもうそもそも間違いで、覚えきれないです。どうしたらいいかというと、一番使う、日常で最も使うコード、8個のコードのグループをこのガズレレ必須コードと言うんですけど、この8個のコードだけをまず最優先で覚えてください。8個って言うと多いかなと思うんですけど、簡単なんですよ。だからすぐ覚えられます。しかもそれを、この8個のガズレレ必須コードを以前、この私がめちゃくちゃわかりやすく解説している動画、面白おかしく覚えられます。ここにリンク貼っておきますね。今日はここのコードはここで、リンク先の動画でお勉強してください。さあ、それではどんどん行きましょう。さっきも言ったんですけど、今のはキーが変わらない、シンプル簡単バージョンはシンプルバージョン。じゃあ、こっから、かっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンは、まずね、最初にやらなきゃいけないのは、そのコードが変わる A メロ部分っていうか、ここのコードがガガッと全部変わるんで、バンバンコードの説明していきます。いいですか？どんどんいきますよ。まずここの赤く囲ってるところが、かっこいいバージョン出てくるコードです。まずこれ、Gm7。これね、見てみましょうか。一個ずつどんどんいきますよ。押さえる場所。こことこことここなんですけど、これこうやって押さえる、2つこうやって押さえてこうですね。はい、ちょっと不思議なコード、これはイントロでのみ出てきます。イントロね、イントロで出てきますよ。はい、じゃあ次、その下に書いてある F マイナーですね。 F マイナーっつうのもですね、これですけど、これもイントロのみです。イントロのみ、 F マイナーを押さえるところ、こことこことここ、こうやって押さえるのが教科書通りですけど、これが、まあ一応定番です。で、ガズはこうやって親指を上で押さえちゃいます。これどっちでもいいですよ。やりやすい方でいいと思う。これちょっとね、初心者の人はちょっと押さえづらい。親指でやるときは、こう手首のこの角度とか、まあこう全部握りびちゃっとひっついてないとこれ押さえられないんで、まあでもこっちでできる方はこれでいいです。はい、F マイナー。はい、どんどん行きます。今日はいっぱいあるから。で、A、
A とここ F シャープマイナーっていうコードなんです。これちょっと続けて解説します。よく見ておいてね。A と F シャープマイナー。いいですか？まず、A というのは、こことここですね。こういう風に2つ押さえます。こうよ。OK？ これが A。これ面白いんですよ。これ A っていうコードで、これ A7。これが A マイナーです。この A の3つ関係を覚えておくといいです。A。で、D、F シャープマイナーっていうのがこれ面白くてですね。今押さえてるのこことここだったじゃないですか。F シャープマイナーはこことこことここなんですよ。なんだけど指の感じが、だから A を押さえといて、ここで薬指で足すだけ。だから A を押さえといて、1個足したら F シャープマイナーです。はい。こことこことここですよ、F シャープマイナーは。で、F シャープマイナーを一段グッと下げると G7 になりますから。G7 と F シャープマイナーって段違いです。段違い。はい。F シャープマイナー。なんでこれ結構キーが変わるけど、これはまあこういう風に感覚で覚えると楽でしょ。A と、A はこことここ。F シャープマイナー1個足すだけ。はい、OK ですね。はい、じゃあどんどんいきます。次。D。D が出てきます。D は、こことこことここ。この3つですね。これをこうやって押さえるのがいいと思う。1弦は押さえてないですよ。はい。これが D です。で、人によってはこれ1本押さえて、見て、ここ、ギュッと反れる人はこれでもいいですけど、なかなか、こういう風になっちゃう。一弦がここ当たっちゃうリスクがあるんで、まあ、これがいいかな。こっちの方が、今から覚える人はいいと思います。あともう一個は、2フレット全部押さえといて、1弦の5フレット小指で押さえて、これも D です。まあ、いろんな押さえ方がありますけど、まあ一応今日はこれをおすすめしたいと思います。この1個ずつ押さえです。こういう風で。はい。で、んで、B7。これはちょこちょこ出てくるんですよ。これまあ、押さえ方2つあるんですけど、ガズレレでは最近こっちの、本が簡単かなということで押してますけど、まあ二つ一応解説しましょう。1個目の B7。ここと、こことこことここ、こういう風、斜め。これが B7。はい。これね。あともう一個はさっき言ったんですけど、人差し指全部押さえて、3弦の3フレット、ここちょいと立てる。これも B7。これも B7。どちらでもいいですけど、こっちやるときは制覇っていうことになって、これをね、2フレットビチッと押さえるやつなんで、またちょっと特徴があります。今日はこの弾き方を採用したいと思います。B7。はい。あとじゃあ最後の1個、ささっといきますけど。はい。これもたまに出てくるね。G7 サス4です。これは、ここにあった G7 と行ったり来たりする。これとこれとセットで使うコードですから、ちょっと今解説します。まず最初 G7 の確認。G7 っていうのはこことこことここだったよね。この三角形。このまんま、この形のまんま小指、ちょんと1弦3フレット出したのが G7 サス4です。G7 サス4から G7 へ。こんな風に使います。かっこいいでしょ？ G7 サス4 G7。はい。これでコードの解説終わり。ああ、いっぱいやった。一個ずつ見ていったら結構簡単だと思うんですけどね。はい。なんでこのコードがとにかく、追加されたということになります。キーが変わるとやっぱり全部変わるから、まあしょうがないですね、この流れで。なんでじっくり覚えて、原曲通りの雰囲気を出したい方はこっちやってください。で、リズムなんですけど、もう、シンプルに、8ビートをチャ一本でいきます。これはね、シンプルで、ノリっていうか、軽やかな、なんていうか、元気いっぱいな感じがいいですよ。愛は勝つんで、わけですから。こう元気になる、こう、8ビートの、チャッ。ちょっとやってみましょう。こんな感じ。ちょっとこう、ルンルン気分で跳ねてる感じの方がいいのかな。ダン、チャッ、チャッ、チャッ、はい。この弾き方、これ、チャッつって、この打楽器要素が入ってるから、すごいリズミカルな感じがします。ここにリンク貼っておきます。8ビートのチャのやり方は、ここのリンク先の、ところから探してください。このリンク先はね、私のホームページの1枚で、ウクレレでできるリズムのいろいろというページ。いっぱい弾き方がある中で、8ビートのチャを探してくださいませ。まず8ビートの基本が、8ビートってなんだって方は、まず8ビートをマスターしてからやってくださいね。こんな感じでいきたいと思います。ストレート。愛は勝つってメッセージをドーンとこう、なんていうのか、お届けする。シンプルにドーンと、そういうイメージがいいと思います。はい。ではですね、カンさん。愛は勝つ、かっこいいバージョンやってみます !1,2,3,4 でーん、でででーん、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 
ているのなら、愛は勝つ、やってみました。なかなかテンションが上がりますね。なんかやっぱりこうエネルギーがある曲ですんで、こう変な小技っていうよりこうドーンとストレートにこう一直線にポーンって出す感じのイメージがいいんじゃないかなと思いました。はい、キーが変わるとやっぱりなんかちょっとコロッと世界観が変わってなんかねふわっとするんですよね。なんでこっちの方がやっぱりそのまあよりかっこいいことは間違いないと思います。はい、やっぱりこの辺がカンさんのこのカンさんの感性。すいません。はい、かっこいいです。皆さんもぜひ愛は勝つ、どんどん歌っていきましょう。ありがとうございます。ウクレレやってて楽しいな、良かったなって方、どんどんお友達とか仲間や同僚、家族に教えてあげてください。やっぱ楽しい人が増えるのが最高ですからね。はい。ガズレレ、いろんなイベントや、なんか本も出したいったらいろんなグッズがあります。ホームページなどチェックしてもらいたいんですけど、ちょっとご案内、お時間ある方ご覧になってください。ありがとうございました。どうぞ、ガズレレホームページご覧になってください。どうぞ、こちらにリンク貼っておきます。ホームページを見ていただくとも、大体のこと書いてありますんで、チェックよろしくお願いしますね。はい。で、イベント情報なんですけど、3月、イベント行きます。3月30日、四日市。3月31日は、浜松行きます。ガズさんいろんな、イベントもちろんやってるんですけど、本も出してますよ。はい、こっちの方は、主婦の友社から発売されてる私の人生ってばっかり。僕はね、白血病で骨髄移植させていただいてるんでね、もういろいろ考えることが、そういうことをうまいこと伝えてくれた本なんで、これぜひ読み物です。こちら、ぜひ、主婦の友社、から出てますんで、全国の本屋さんで注文など、書店にもあると思います。よろしくお願いします。はい、こっち、リッドミュージックから出てるウクレレ教則本、超初心者向け。これはものすごい大ヒット中です。もう4スリぐらいの重版になってますから、よろしくお願いします。はい、こっちは毎度おなじみガズレレ歌本シリーズで、今もボリューム5まで出てます。累計3万部。もう全部手書きですよ。このさっき見せた、こういうのが全部スキャンされて、ちっちゃい、このね、これです、これ。はい、ガズレレ歌本。こんな感じで出てます。1冊につき50曲入ってて、ボリューム5になるんで、僕250曲ぐらいの歌本になる。ガズさん、CD も出してるんでね。レッツゴー最高。これ CD なんですよ。はい、こっち。かっこいい版と、練習版の CD。これがね、私のガズレレ仲間の人はこれ弾けるようになっておいてください。お願いします。これも、ホームページに書いてあるんで、CD。お願いします。ああ、もう盛りだくさんですよ。もうガズレレで、ね。もうね、伝えたいことがいっぱいです。大変です。フォローしておいてください。ホームページ、見てくださいね。それでは、また音楽で楽しい時間をいっぱい過ごしましょう、皆さん。楽しい人はどんどん教えてあげて、豊かな人を増やして、自分も豊かな、最高ですね。ありがとうございます。またよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。誰でもほらすぐできるよ。